スタートしました。2番、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく2番行きました。続いて前へ行くのは7番、さらには6番9番、その後ろ。では前の方から先手を取ったのは2番、その外に9番6番、そのうちに続いています。並んで7番8番、それに続きます。内からは1番、並んで4番、しんがりから5番、白馬、鮮やかな芝生の上をかけていきます。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのは2番、その外から9番、並んで6番、3番すぐ後ろ、その隣に7番、8番すぐ後ろ、内からは1番、さらには4番、しんがりから5番、白馬、鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過、少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは2番、その外から9番、その隣に6番、その横に3番、すぐ後ろに7番、さらには8番、並んで1番4番、この馬もこのグループ。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。さあ先頭は依然として2番6番、ほとんど差がありません。4コーナーをカーブして、さあこれからです。2番先頭、6番先頭、2番手は6番、いっぱいになった。残り 200m、 先頭は2番、先頭は2番、残り 100m、 6番抜けた、2番食らいつく、6番先頭だ、6番1着、2着にはどうやら2番6番、見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。7番、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。5番、前に行きそうです。これに続くのが7番、並んで8番4番、この馬もこのグループ、その隣に1番、その横に2番、
その外から6番しんがりから9番各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度5番依然として先頭並んで7番、すぐ後ろに8番、その隣に3番、その横に2番1番、この馬もこのグループ、その隣に4番、しんがりから6番、もう一度先頭に戻りましょう。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から4番先手を取りました。5番、この馬もこのグループ、すぐ隣に9番、内からは6番、オレンジの帽子7番、その後ろ、その隣に1番、しんがりから3番、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。5番、レースを引っ張ります。すぐ後ろに8番、その隣に4番、その横に9番、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。では前の方から先手を取ったのは5番、すぐ後ろに8番並んで4番、2番、この馬もこのグループ、すぐ隣に1番、すぐ後ろに6番、赤の帽子3番、その後ろしんがりから7番、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から5番、依然として先頭3番、すぐ後ろピンクの帽子8番、その後ろ2番、すぐ後ろ並んで4番、1番、この馬もこのグループ、すぐ隣に9番、6番すぐ後ろしんがりから7番、前の方からもう一度5番、依然として先頭、各馬大欅を通過。先頭は依然として5番、1番、ほとんど差がありません。3番、3番手、1番、いい位置。果たして先頭を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭は3番、3番、先頭、2番手は8番、先頭を捉えるか。3番、先頭、2番、先頭、あと 200m、 2番、先頭だ。しかし残りわずか、残り 100m、 2番、先頭、8番、迫る。一気に8番、2番、2番、1着、2着にはどうやら8番、勝ったのは2番、このレースを制したのは2番。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのは7番、綺麗なスタートを切りました。前へ行くのが7番、続いて6番、2番、そのうちに続いています。その隣に4番、その外から8番、内からは1番、その隣に5番、内からは3番、しんがりから9番、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から7番、依然として先頭、その隣に2番、4番、すぐ後ろ、その外に8番、1番、そのうちに続いています。並んで6番、その外から5番、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。ここで8番、先頭に変わりました。8番、さらにリードを広げます。7番、ほとんど差がありません。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭は7番、7番、先頭、2番手は2番、追いすがります。9番、いっぱいになった。あと 200m、 7番、先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。9番、抜けた。7番、追いすがります。9番、先頭だ。9番、9番、1着、2着にはどうやら7番、9番、見事このレースを制しました。
あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。1番これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。6番前に行きそうです。9番それに続いています。さらには1番2番その後ろ、もう一度先頭から見ていきましょう。1番先手を取りました。その外に9番8番すぐ後ろ、オレンジの帽子。7番その後ろ、その外から5番すぐ後ろに4番最後方に3番各馬雨の中をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。では前の方から4番先手を取りました。これに続いて6番白の帽子、1番その後ろ、その外から8番その外に5番その外から9番内からは3番並んで2番 1,000 メートルを通過しました。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から先手を取ったのは6番、前は6番、5番ほとんど差がありません。8番3番手1番いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は6番5番その後ろ、その外からは8番。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭は4番あと 200m、 先頭は4番一気に捉えるか。9番4番先頭、9番食らいつく、4番先頭大外から一気に8番、4番大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのは3番綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく3番行きました。続いて前へ行くのは6番、さらには2番、5番その後ろ。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのは3番、その外に6番オレンジの帽子、7番その後ろ、すぐ隣に9番、5番そのうちに続いています。青の帽子4番その後ろ、2番そのうちに続いています。その後ろに8番、最後方に1番。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。では前の方から3番先手を取りました。並んで6番、7番この馬もこのグループ、4番そのうちに続いています。その外に9番、黄色の帽子、5番その後ろ、内からは2番。 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。3番先手を取りました。並んで6番、7番この馬もこのグループ、9番すぐ後ろ、内からは4番、黄色の帽子、5番その後ろ、すぐ後ろに1番、最後方に8番。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。この辺りで先頭が変わりました。9番、3番ほとんど差がありません。6番、3番手1番いい位置です。先頭を捉えにかかります。9番先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手は3番懸命に追いすがります。9番先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手は5番、残り 200m。 9番先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。5番抜けた。2番手は2番、5番1着、5番1着、2着にはどうやら2番、勝ったのは5番、このレースを制したのは5番。
なたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。9番好スタートを切りました。8番この馬も好スタートを切りました。7番前に行きそうです。8番それに続いています。さらには9番1番その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは9番、その隣に8番、内からは3番黄色の帽子、5番その後ろ、その外に1番並んで6番、内からは2番。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。もう一度先頭から見ていきましょう。8番先手を取りました。並んで7番、3番そのうちに続いています。その外に6番、さらには9番、これに続いて5番、その隣に2番、すぐ後ろに1番、最後方に4番。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。 1000m を通過しました。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのは9番、その隣に3番。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。8番、さらにリードを広げました。2番手は3番、6番、3番手、さあ1番、前を捕まえられるかどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。8番先頭、差はほとんどない。2番手は7番、先頭を捉えるか。ここで先頭は1番、先頭7番、1番、迫る。一気に9番、3頭ほぼ同時の入線です。これは大混戦、大激戦になりました。1番1着、2着にはどうやら9番、勝ったのは1番、このレースを制したのは1番。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。9番前に行きそうです。2番、これに続きます。並んで1番、その外に8番、その外から6番、その後ろに5番、さらには3番、最後方に7番。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度6番、一気に先頭に立ちました。さらには4番、その外に8番、1番、そのうちに続いています。並んで9番、5番、この馬もこのグループ第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。先頭から最後方までおよそ10馬身よどみのない展開になりました。では前の方から6番先手を取りました。すぐ後ろに4番、並んで9番、内からは1番、その隣に5番、すぐ後ろに3番、さらには2番、最後方に7番。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。では前の方から見てみましょう。6番先手を取りました。ピンクの帽子、8番、その後ろすぐ隣に9番、その横に4番、5番、この馬もこのグループ、すぐ後ろに1番、さらには3番、その後ろに2番、しんがりから7番。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然として6番。ここで先頭が入れ替わりました。8番、6番、2番手に控えました。9番、3番手、1番、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。8番先頭、差はほとんどない。残り 100m、 8番先頭、6番追いすがります。8番先頭だ。8番1着、2着にはどうやら6番、8番、見事このレースを制しました。
あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。9番これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。1番前に行きそうです。9番それに続いています。さらには8番、4番その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは9番、8番すぐ後ろオレンジの帽子、7番その後ろ、1番そのうちに続いています。力は5番、青の帽子、4番その後ろすぐ隣に2番。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。もう一度先頭から1番先手を取りました。9番この馬もこのグループ、その外から8番並んで5番、2番この馬もこのグループ、その隣に4番、最後方に6番。各馬雨の中懸命の力走です。 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から7番先手を取りました。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここで1番先頭に変わりました。まだ粘っています。8番ほとんど差がありません。7番、3番手、1番、いい位置です。さあここからどうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭は8番。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。先頭変わって8番、2番先頭、2番手は8番、追いすがります。残り 100m、 2番先頭、4番食らいつく、2番先頭だ、2番、2番1着、2着にはどうやら4番勝ったのは2番。このレースを制したのは2番。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。どの馬が先頭に立つでしょうか。9番前に行きそうです。6番それに続いています。さらには5番、1番その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。6番先手を取りました。並んで9番、内からは4番、その隣に5番、その横に3番、1番この馬もこのグループ、すぐ隣に2番、その後ろからは7番、最後方に8番。各馬雨の中をかけていきます。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは6番、これに続くのが2番、ピンクの帽子、9番その後ろ、すぐ隣に7番、これに続いて8番、その外に5番、その隣に4番。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然として6番。ここで先頭が入れ替わりました。8番、6番、2番手に控えました。9番、3番手、1番、これはいい位置につけています。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は8番、内からは6番、並んで9番、その外からは3番。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。8番先頭、差はほとんどない。2番手は8番、3番抜けた、6番追いすがります。3番先頭だ、3番、3番1着、2着にはどうやら6番、3番、見事このレースを制しました。
あなたの登録した馬があなたの選択した。そうです、スタートしました。各馬揃って綺麗なスタート。どの馬が先頭に立つでしょうか。8番前に行きそうです。7番それに続いています。さらには9番5番その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは5番、並んで1番、内からは2番、その隣に3番、その横に6番、最後方に4番。各馬雨の中をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。8番一気に先頭に立ちました。内からは5番、並んで7番。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。では前の方から先手を取ったのは5番、その外から8番、内からは2番、オレンジの帽子7番、その後ろすぐ後ろに9番、3番、そのうちに続いています。その外に6番、その隣に4番、しんがりから1番。各馬雨の中懸命の力走です。もう一度先頭に戻りましょう。一気に先頭に立ちました。9番、リードは1馬身から2馬身、先頭は依然として9番。9番さらにリードを広げました。2番手は5番、8番、3番手、1番、いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続も追い上げていきます。さあ先頭は9番。さあいよいよ直線の攻防。9番先頭、差はほとんどありません。2番手は5番、あと 200m。 先頭は5番、9番必死に追いすがります。9番先頭、5番追いすがります。9番先頭だ。9番、わずかに9番、体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。9番、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく9番行きました。続いて前へ行くのは8番、さらには7番、2番、その後ろ。では前の方から先手を取ったのは9番、ピンクの帽子8番、その後ろすぐ隣に7番、内からは2番、緑の帽子6番、その後ろすぐ後ろに4番、最後方に1番。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。では前の方から7番、先手を取りました。これに続くのが9番、5番、それに続いています。その後ろからは3番、その隣に8番、2番、そのうちに続いています。緑の帽子6番、その後ろ 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方まで大きく開きました。これは縦長の展開です。後ろからになりました。では前の方から9番、先手を取りました。すぐ隣に7番、すぐ後ろに3番、その外から8番。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然として9番。ここで先頭が入れ替わりました。8番、9番、2番手に控えました。4番、3番手、1番、いい位置。鞍上のゴーサインに応えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。8番、先頭あと 200m。 先頭は3番、1番、ここでやってきた。3番先頭、8番追いすがります。3番先頭だ。3番、大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。
これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。3番前に行きそうです。続いていくのが9番、その隣に8番、その横に6番、5番、この馬もこのグループ、すぐ隣に2番、その横に4番、1番、この馬もこのグループ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは3番、これに続いて4番、ピンクの帽子8番、その後ろこれに続くのが2番、内からは1番、その外から9番、その隣に6番、しんがりから5番。各馬雨の中懸命の力走です。前の方からもう一度見ていきましょう。3番、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、これに続くのが9番。 1000m を通過、少々スローペース。後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、手止めのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は9番、2番手は3番、5番、3番手1番、この位置から届くのかどうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭は9番、8番、続いています。その隣からは3番、その外からは6番、並んで5番、その隣からは4番、7番、その後ろ最後方から1番。さあ先頭は8番、9番、続いています。3番、その後ろ4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭は8番、8番、先頭、2番手は8番、8番。さあ手応えはどうか。ここで先頭に立った4番、あと 200m、 4番、余力は十分。さらに引き離していく2番手は9番、4番、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。4番、1着、2着は9番、4番、見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さて何が行くのでしょうか。9番前に行きそうです。5番これに続きます。その隣に7番、並んで1番、
2番この馬もこのグループ、4番それに続いています。しんがりから6番各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から一気に先頭に立ちました。7番黄色の帽子、5番その後ろ、その外から9番内からは1番ピンクの帽子、8番その後ろ、すぐ隣に3番第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンドバイを通過します。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から7番先手を取りました。これに続いて1番その外に9番その隣に8番すぐ後ろに3番黄色の帽子、5番その後ろ、その外に6番並んで2番、最後方に4番各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは1番その横に5番、その外から9番その隣に7番、その外から8番内からは2番、その外から6番内からは3番、最後方に4番各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。5番一気に先頭に立ちました。その隣に1番7番すぐ後ろ、その外に9番その外から6番すぐ後ろに8番赤の帽子、3番その後ろ。京都競馬場3コーナー坂を上りそして下っていきます。ここで4番先頭に変わりました。5番ほとんど差がありません。6番3番手1番 B1 です。さあここからどうか、後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。4番先頭、差はほとんどない。2番手は6番追いすがります。4番先頭、残り 200m、 4番先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。6番追いすがります。4番先頭だ。4番1着、4番1着、2着は6番、勝ったのは4番。このレースを制したのは4番。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは1番、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出して1番花に立ちます。その後ろからは9番この馬も上がっていく構えです。さらには6番5番その後ろ。では前の方から先手を取ったのは1番その外から6番ピンクの帽子、9番その後ろ、すぐ隣に7番並んで4番3番この馬もこのグループ、これに続くのが2番、各馬雨の中懸命の力走です。もう一度先頭から一気に先頭に立ちました。5番その外から6番内からは1番その外から9番並んで7番4番この馬もこのグループ、すぐ隣に8番。この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。では前の方から先手を取ったのは6番5番この馬もこのグループ、すぐ隣に7番すぐ後ろに1番、さらには9番その隣に4番その横に3番、しんがりから2番、各馬雨の中をかけていきます。もう一度先頭から8番一気に先頭に立ちました。リードは1馬身から2馬身。これに続くのが7番並んで5番6番すぐ後ろ、その隣に1番その横に9番すぐ後ろに4番、しんがりから2番。前の方からもう一度
8番依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、その外に9番、さらには5番、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。9番先手を取りました。少し開いて8番緑の帽子、6番その後ろ、その外から1番、その後ろに5番黒の帽子、2番その後ろ、内からは3番並んで7番、最後方に4番、各馬雨の中をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。9番依然として先頭、すぐ隣に1番、その横に6番、オレンジの帽子、7番、その後ろ、ここで1番先頭に変わりました。7番、ほとんど差がありません。1番、これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭は7番、先頭、2番手は1番、残り 200m、 7番先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。7番先頭、2番手は3番、7番先頭だ。7番1着、7番完勝、7番1着、2着は3番、7番、見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。まずは先行争い、6番前に行きそうです。5番、それに続いています。さらには3番、8番、その後ろ、では前の方から3番先手を取りました。その外に8番、5番、そのうちに続いています。その外に9番、青の帽子、4番、その後ろ、すぐ隣に6番、1番、すぐ後ろ、その後ろに2番、最後方に7番、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのは5番、ピンクの帽子、8番、その後ろ、すぐ後ろに9番、3番、そのうちに続いています。青の帽子、4番、その後ろ、すぐ隣に6番、すぐ後ろに1番、 1000m を通過。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から、先手を取ったのは5番、ピンクの帽子、9番、その後ろ。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー、坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。さあ先頭は依然として5番、ここで先頭が入れ替わりました。9番、5番、2番手に控えました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。9番先頭、差はほとんどない。2番手は5番、追いすがります。残り 200m、 9番先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。9番先頭、6番迫る、4番、9番、3頭ほぼ同時の入線です。これは大混戦、大激戦になりました。わずかに9番体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。
あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。3番ちょっとタイミングが合いません。さあ果たして何が行くでしょうか。4番前に行きそうです。2番それに続いています。さらには7番8番、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。4番先手を取りました。並んで7番2番、この馬もこのグループ。その隣に8番、すぐ後ろに1番、5番、すぐ後ろしんがりから6番、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。もう一度先頭から見ていきましょう。4番先手を取りました。黒の帽子。2番、その後ろ、すぐ隣に7番、すぐ後ろに3番、白の帽子。1番、その後ろ、すぐ隣に9番、8番、すぐ後ろ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度。 1000m を通過しました。ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは4番黒の帽子、2番その後ろ、6番すぐ後ろ、並んで8番、3番、そのうちに続いています。その隣に1番、最後方に5番、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から9番レースを引っ張ります。各馬大欅を通過。前は9番7番、ほとんど差がありません。3番3番手1番、いい位置。鞍上のゴーサインに応えるか。さあいよいよ直線の攻防。先頭変わって7番7番、先頭。2番手は7番7番、いっぱいになった。先頭変わって9番9番、先頭。2番手は7番、追いすがる。あと 200m、 9番先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。7番追いすがります。一気に7番9番9番、1着、2着にはどうやら7番9番。見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは4番5番、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出して4番花に立ちます。その後ろからは5番、この馬も上がっていく構えです。さらには1番6番、その後ろ。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのは4番5番、すぐ後ろ、その隣に3番、その外から8番、ピンクの帽子。9番、その後ろ、1番、そのうちに続いています。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは3番、青の帽子、4番、その後ろ、その外に8番、並んで5番9番、この馬もこのグループ。1番、そのうちに続いています。並んで7番、その外から6番、最後方に2番、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。1周目の第3コーナーに差し掛かりました。では前の方から。
先手を取ったのは8番、さらには3番青の帽子、4番その後ろ9番すぐ後ろ、内からは1番オレンジの帽子、7番その後ろすぐ隣に6番、最後方に2番。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのは3番、すぐ後ろに8番、その隣に1番、すぐ後ろに4番黄色の帽子、5番その後ろ、すぐ後ろに7番、最後方に6番。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。もう一度先頭から3番先手を取りました。さらには8番その後ろに1番ピンクの帽子、9番その後ろすぐ後ろに7番、並んで4番すぐ後ろに2番、しんがりから6番。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。一気に先頭に立ちました。5番並んで8番、その外から9番、内からは4番。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。3番ここで先頭が入れ替わりました。5番3番2番手に控えました。8番3番手1番いい位置、果たして先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は3番、その外からは9番。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭は9番、残り 200m、 先頭は9番、残り 100m、 2頭の叩き合い。3番9番食らいつく、3番大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。8番前に行きそうです。7番それに続いています。さらには3番4番その後ろ。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのは8番オレンジの帽子、7番その後ろ、すぐ隣に5番。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのは9番3番そのうちに続いています。その後ろに1番、その外から7番ピンクの帽子、8番その後ろすぐ隣に5番、内からは2番しんがりから6番。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。9番依然として先頭、リードは1馬身から2馬身。その後ろからは4番 1000m を通過、少々スローペース。後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。先頭は依然として9番8番ほとんど差がありません。7番3番手1番この位置から届くのかどうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は8番、内からは9番4番続いています。さあいよいよ直線の攻防。先頭は6番6番先頭、2番手は9番、先頭を捉えるか。ここで先頭変わりました。先頭は9番、あと 200m、 残り 100m、 1番先頭、3番迫る、1番先頭だ、1番大激戦のゴール前、これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。
4